あの裸の女の絵を描かぬか。その絵をあちこちに立てかけて百姓やキリシタンどもの見せしめにするのだ。私ただいま田中様の絵を描いておるものですから。うまく逃げたな。なぜ我が島原山草にのみキリシタンが多いんだ。百姓どもは年貢の取り立てが少ないゆえ我々は侮っているのではあるまいな。キリシタンを絶滅しさえすれば年貢の入りが増えるかと存じます。そうは、今までの処刑は江戸幕府から見れば生温かくもどかしいようだ。今日の処刑は私の考案だがあなた方も驚くだろう。者ども、キリシタンの魔法により国宝を無視し三大家光公の命に背く者たちへの見せしめであるぞ。拙者はいかなる人間といえどキリシタンには容赦はしない。よくよく肝に銘じてみるがよい。しんべヱ、お前は処刑のやり方で変わった手はまだ一度も考え出していないな。そうだ。しんべヱ殿、かつて天草四郎が侍であった頃、あなたと親しい友人であったことは隠れもない事実。